つ森。一家団らんならぬ島民団らんといったところ、テレビの前に立たれると少し邪魔なのですが、消しました。鋼のメンタルです。飛んだサイコパス羊。しかし目はピエンです。あつ森。何やら考え事をしていました。木の根元あたり、かなり蜂の巣が転がっていましたが、出やすいスポットか何かでしょうか。そして島の住民はみんなで集まっているという状況。何事にも執着がなく、穏やかな気持ちで過ごす一日が最も幸せというところですが、害虫がそれを良しとはしませんでした。全力でかけていく。しかも島民がいる方向です。謎の連帯責任。苦しいことはみんなで分け合うという謎すぎる理論。刺されました。全員が心配しています。これは普通に迷惑です。あつ森。サソリが一気に距離を詰めてくる。一瞬の隙を狙っていました。行き過ぎた愛情表現です。知的なリンゴちゃんは戦いません。家とアイテムを使ってうまくはめていきました。サソリは旋回するしかありません。あとは体力が切れるのを待つのみです。計画通り。あつ森。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの、この島のもの全ては私のもの。久々に出ました、物欲わがままガールです。どんな獲物も容赦なく捕まえていきます。ポケモン図鑑をコンプリートするような、そういった感覚に近いものがあります。この島のものについては全てのものを知っている状態を作りたい。ある意味知的好奇心の塊とも言えるでしょう。それにしても動きに全く無駄がありません。地面に風船の影を発見。直接見たわけではありませんが、パチンコに切り替えて放ちました。捉えていく。生産性の鬼です。あつ森。綺麗に整備された花畑、しっかりと性格が投影されています。圧倒的な女子力といったところか、黄色いリボンと青い花が一つの芸術作品のようにも見えてきます。庭の整備ガチ勢といったところでしょうか。最も似つかわしくないサソリが現れました。これは害虫駆除がマストでしょう。切り替えましたが180度反対の方向を向いていました。背中を見せること、これは命を落とすのと同義です。あつ森。屍を越えていかなければなりません。背中を見せると死んでしまう。しっかり距離を保って振り向く余裕なぜか突っ立っていますが、案の定差し込まれました。先人の死を無駄にしてしまいました。あつ森。おっと、時間が止まっていました。状況を理解するのに少し時間を要しましたが、冷静になりましょう。全集中の呼吸が必要です。メイドの呼吸1の方、お帰りなさいませ。ご主人様、威嚇してくるご主人様に対してじわじわと距離を詰めていく。こちらは完全にゾーンに入っています。捕まえました。いってらっしゃいませご主人様。あつ森。退治するのは特大サイズの魚影。高まる気持ちをグッと抑えて、その量の腕に力を込めていく。これが大きいか、期待がどんどん膨らんでいく。さあ、この格闘を制しました。その全長は11メートル。人魚のモデルとも言われる伝説の深海魚リュウグウノツカイを捕まえてみせました。ちなみに売れば9000ベル、タランチュラよりも高いというところがポイントです。そして間髪入れずに次の獲物に的を絞っていました。美しいミイロタテハ、売れば3000ベル、浮遊する大金を捕まえていきました。あつ森。この独特の島の形状、明らかにタランチュラ島です。抜き足、差し足、忍び足、気配を殺すことが大事であります。揺すった。8、タランチュラダブルパンチで終わりを迎えることになりました。踏んだり蹴ったりです。